もどうも、今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回緑の門をクリアしていよいよ大魔王様との対決ってところでしたが、知ったことか。まずは緑の門の徘徊ボスの撃破が先決じゃと意気込んでたんですが、まずはリリー様への報告が先でしたね。すいません、大魔王がいないと思わせといて実は帰ってきてたみたいです。最後の階層は魔王門、直球だな。一瞬覇王門と見間違えて懐かしくなっちゃったよ。猿禁止解除おめでとうな。ルフレさん10年ぐらい記憶が抜けてんの？ふむ、じゃあ邪神討伐を10年前に成し遂げたのは間違いないんだな。そこから今までの10年何があったんだ。っていうか結構いい年なのかな、ルフレさん。いいこと言いまくるじゃん。これは国主の器。負い目がある中でのお客さんだったルフレさんもね、3ヶ月も日常を共に過ごして一緒に大冒険をしたらそりゃあ仲間ですよ。ぜひともなんだかんだではぐれ王国に永住してほしいところで、いろんなクリスタルも増えてました。相変わらず絵が可愛い。この辺は後で稼いで撮っておきますですよ。あ、そうだ、アップダーラのアホの屋敷を見物しておかないと。急げ急げ。
ちりボロボロになっとるね。やじ馬もたむろっておるわ。よくわからん税金で搾取してたみたいでめちゃくちゃ嫌われてるな。駆け売りの入金がないって後払いでいろいろ買ってたのか。あいつ飯橋との契約を破る気満々だったんだな。アホやで。それじゃあ改めて緑の門に再出撃。出撃して2分後に早速徘徊ボスを発見。お前こんなところにいたのか。うむ、これは拾えないタイプの骨だな。勝負。ドロンコドロゴン、ドロンアサシンとのバトル。ごついのと火力高そうなののコンビか。ふむ。まあとりあえず全体攻撃して様子見。どんな攻撃してくんねん。アサシンは会心あり攻撃で2回行動。コドロゴンはぼちぼちな1回行動ね。これはアサシンの方が危険だな。優先して倒すぞ。防御はマッスルに任せよう。む、アサシンの会心率が大幅にアップ。ちょっと怖いな。でもまあマッスルがいるから大丈夫だろ。嵐のように舞い踊る。速さ比べだ。臨床差分値攻撃。鈍速のマッスルが一番ダメージ食らう事態になっとる。あ、そういやはぐれ戦争での人間側の英雄の盾的なのを拾いまして、装備スキル全体統率が使えるようになるんですよね。味方全体の攻撃防御魔法魔防命中プラス 15% 12ターン持続。強すぎるんやこれ。よし、これで12ターン元気に働けるわけよ。こういう薄くて長いバフは戦況が安定してれば最強なんよな。お、今度は攻撃と敏捷2段階アップか。自己バフ好きだね、アサシンくんは。うわー、全体毒と暗闇めんどくせえ。アサシンは手裏剣で相手の喉元を狙った。暗闇の敵にダメージ3倍。お前マーローさんみたいなことを。ちゃんと合体技も持ってんのな。ちょっとヒヤッとしたが、それでもマッスルとチリューちゃんは耐える。物理なら3倍だろうとドンと来いや。まあ大体の行動を見たので、安定重視でじっくり時間をかけて討伐中。あ、また暗闇にしてきやがる。今度は暗闇になったキャラを後ろに戻してキュアスペシャルで直すべな。3倍特攻は食らわないなって思ってたけどさ、それで3回殴ってきたら特攻じゃなくても死ぬよ。元気すぎる。じゃあ流しますね。今までの徘徊ボスはみんな特徴的だったけど、こいつらは割と無個性だったね。強いやつに耐えおいて合体技を追加しましたぐらいの。固有ドロップはなし。今までは固有ドロップを求めて周回してたけど、どうも激レアドロップが別にあるみたいなんすよね。そう聞くとちょっと周回する気力が遠のく。まあボス撃破で報酬もらえるパッシブとか全解放したら周回するかもだな。どうでもいいけど、このイベントへのブリチンちょっとかわいすぎません？そういえば悪魔の実の補給をすっかり忘れてたので、大学ポイントをぶっこんで一つゲット。ちょっとポイント少なくなってきたな。こんな時ははぐれ大祭りを開催して大学ポイントがもらえる美術館アルバイトを連打。祭りが始まるや否や美術館に直行してボランティアしまくるデーリッチって怖いな。
すまん、デイリッチ。ゲーマーは最大効率を求めてしまうものなんや。といったところで今回はこの辺で、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。